方ではジェノブレイド実況プレイのパーツやっていきますと、まあ、今回はね、じっくりとこの戦闘システムに慣れていくっていうのと、またね、じっくり話も進めて見ていきたいなっていう感じでやっていきましょう。道中の、なんか敵っぽいのは全部、片付けつつやってきちゃったんだけど、いいんだよね、別に。うん、まあまずはガンガン使うというよりか使いどころを見てっていう感じだね。あまあまあ、まさにコロニーナイン。さてと、俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。お前は兵器開発局の研究棟か？うん、使わないパーツ売ってからね。わかった、じゃあまた後でな。うん、パーティーメンバーを変更できます。ああでも他にいないからってことね。何その誠実って。ショップを使ってみましょう。いらっしゃいませ。アイテム、あ、その辺寄せるでいいや。ショップ店主には、テントマークだといいのかな？が表示されます。戦利品を売ってお金にしましょう。ああ、なるほどね。まあ、じゃあ宝箱勝手に開けてくれって。オートで開けてる、開けるとかないのかな？あ、依頼があるんだ。達成するとお金や、経験値が手に入る。ああ、なるほどね。クエストや物々交換をしなくてもストーリーは進みます。ゲームを有利に進めるために活用しましょう。まあ、そうだよね。結構しっかり作り込んでんだ。あ、ここが、バンバンって人の家。なかった。結婚指輪？なんか拾っちまったで。あ、マップは開けた。建物に気軽に入れたりするわけではないんだ。ようこそ。これいらんよな。あ、重量とかあるわ。じゃあ割と重要になってくるな、これ。お、これ売っていいってこと？あ、でもなんかいろいろあるよ。これは何か用途があるんだな。結晶っていうのは。で、素材はマジで売るためのものっていう感じなのな。多分。初期から結構お金持ちだけど、実際これ装備整えるとしたらお金どのぐらい使うんだろうねっていう。装備できない。あ、でもまあまあ武器高いな。これどれも主力用の武器じゃないっていうことでしょう。
全体的に能力が上がるものを買ってやりたい気はするけどね。この辺だとちょっと高いな。HP アップ2っていうのがついてるやつもあるんだ。アーツショ。欲を言えばこの辺だけど、とりあえず。9シリーズ。何これ。おう。これは何、クエスト？ラピッドダイオード。ラピッドダイオード。クエストはいくつも受けられるのかな？この人か。筋力のブルックルを倒してほしい。対空砲1号機の浜辺にいる。あ、結構いっぱい受けれるっぽいな。とりあえず受けといて。あらま、え、何？鍵を見つける。あ、ランドマーク発見するだけでも経験値が入る。よーよー。ハンドバニット2匹。バンプの刃。ちょなんか急にできた。目的地はあっちなんだな。
この緑の点はあれか、話しかけられる人か。お、シュルクの研究室に修理する。あ、そういうのもあるんだ。うーん、こういうの結構重要ってこと？物々交換。ああ、そういう、じゃあ点のところにいるキャラクターは割とプレイヤーにもメリットのあることをしてくれる場合があるキャラクターになるわけね。おい、落ちちゃった。いらねえな。ああ、そういうこと。価値が過剰だ。これはこれは。罠を作りたい。プレートスノー。手に入れ方もさっぱり。これはこれは。腹の立つものにされたな。バナ。小さな鱗。サモンから手に入る。サモンって誰？そんなのいたっけ？何かよ。あらま。はい。わあ。なんか名前のあるキャラクターがどうたらって言ってたよね。おや。これってこれのまま何、ちょっと一旦外出ていいの？クエストをどうやって消化するのかがよくわかってないんだよな。コレクションアイテムを集めよう。
ああ、じゃあこういうのを探し歩いて拾っていけばいいのかな。仲間おらんけど大丈夫かな。なんかでっけえのいる。あー、そういうこと。ちょっとこれ保留だな。必要そうだ。こいつクエストの敵じゃない？まあまあ強くない？これなんか無理に挑まない方がいいかもしれないな。まずいもんね。回復量足りねえな。あ、これまずいね。撤収撤収。あ、時間通りでなんか体力減らねえなと思ったら時間経過で回復してたのか。なるほど。お探しクエスト3ってなってるけど。墓地の時はやんない方がいいのかな。でもまあある程度行動指針受けてくれるのいいな。オートランもある。これがなんか持ってんのかな。攻撃中止ってなるんだ。取れた。もう一個。あんな数に喧嘩あったら大変だ。なるほどね。どこ？ああ。ん？あ、この辺上がれる。
ほうほうほう。よう。あ、で、ここに繋がってんのね。また依頼だ。お、結婚指輪あるよ。よかったね、力になれて。なんだ？ふわふわっとした連中が。知り合い10人。こんにちは。商売道具をなくしちまった。ああ、ある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 。もう拾った時点で達成なんだね。こんにちは。これをアクティブにすると、あ、そこにあるんだ。まあ、なんか倒さなきゃいけない感じのやつは、一旦放流しよう。え、なんかめちゃくちゃ、びっくりマークついてる。なんか割と至るところにある感じ？報告に行かなくていいの楽だな。この辺の消化は割と快適だ。多いなー。お前効率してそうだな。
やれそうだ。ドリームエール。なんとかなったね。あれ、立たなかった。こういうパターンもあるのか。こいつら何？こいつらがなんか持ってんのか。まだ冒頭なのにこんな好き勝手歩いていいの？そういうことか。複数入手か。これは大変だ。あ、ジャンパーある。あ、無理やり登ることもできるんだね。あれ、そこにも歩くね。ジャンルコンプリート。毒防御。あ、作れる。これなんだ？お。はい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 。お。あ、いい。攻撃力アップってことか。ん？これが何かできるわけではないのか。なんかまた依頼出てね。受けるだけ受けとくわ。上に人いるな。話進まん。とりあえずそこ行くと、なんか話進んじゃいそうなので、まあ、ここいらで一区切りにしておきましょうか。これも多分結局、そうだよね。この先に行かないといけないもんね。うん。でもとりあえず今回ここまでにさせていただいて、また改めてね、次回はちょっと話の方も進めていきたいと思います。はい。では、ゼノブレード実況プレイのパート2、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。